はい、4月22日土曜日、ガーラ湯沢スキー場です。今時刻は11時を回ったところですね。天気は晴れですけども、なんか風が結構強いですね。天気予報ちょっとよく見てなかったんですけど、こんなに風が強かったかなという感じで、まあ局所的なところもあることもあるかもしれないんですけど、ちょっと風が強いかなという感じです。まあリフトに乗ってて揺れるとかそういったことではないんですけども、まあ風がちょっと冷たいなという感じがします。予報もですね、そんなに気温上がらない予報でしたので、1枚こう羽織ってきて、正解だったかなと。まあでもロンティですとかね、まあ薄着でも十分、動いてれば結構暑いですし、まあ服装はまあ正解っていうのが特にないかなっていう、今日はそんな感じですね。で雪はですね、まあ一部やっぱり週末に向けてこう整備されていた箇所がありまして、まあ、コースの幅がですね極端に広くなったとかそういったところはまあないんですけれども、明らかにですね雪が真っ白くなっていたりしてですね、まあ、そこはちょっと板走ったりして、平日よりもですねさらにこう快適に滑れる、感じですね。で、ハイクアップのパークも、大盛況、今何10人くらい並んでますかね。で、ちょっと今見えないですけど2連のキッカーも常に10人くらいですかね、常に並んでいる状態で、整備のおかげでもあってですね、まあ私と全然飛べてないんですけど、まあランディングまでしっかり届いて、みんな気持ちよさそうに、飛ばれてますね。はい。で、こちらのコースでは、スキーヤーの方のレッスンかな、キャンプだったり、3グループ、4グループ結構ですね熱心に、皆さん滑られてますね。いやでも本当に昨日ガスがすごかったですので、それから考えるとこんなに視界良くてですね、本当に天気良くて最高の週末ですね。いよいよ明日、終わりになりますけどもね、まあ明日思いっきりまた滑りたいなというふうに思います。はい、ということで今日のガーラの様子でした。以上。